はいどうも、タクタクです。平安大怨霊という、こちらフリーホラーゲームをやっていきたいと思います。平安時代のなんか、お話、みたいですね。見てこれ、ちゃんと始めるとかが、始む。これ、読み方わかんない。続きがなんか、つなぎとか、おはるとか、これ終わるってことですよね、多分。昔の言い回しなんでしょうね、これがね。でそしてタイトル、平安大怨霊。平安にこだます、大音量の声のダブルミーニング。なんかわかんないけど、いきますか、もう。うだうだうるさいな、おっさん。いくぜ。企画、制作、ムキムキチワワ。大ファンでございます。ムキムキチワワさん。名前が素晴らしいですよ、まず。開始イベントを見るか否か。え？否っていうのは、ま、いいえ。これ何これ、ちょっと難しくて読め、はいなんでしょうね、多分これね。時は西暦854年。ここは西暦。まあ、この時のね、なんていうんですか。和暦。要は平成とか令和とかね。ちょ、わかんないからね。平安の世。栄華を極めた平安京では人間と魑魅魍魎が混然と存在しており、呪術が国の祭りにも影響を及ぼしていた。まさに神秘の時代である。また読めない感情が出てきそうだな、これ。平安の祭りを担う重要な役職に、これはあれですね、唐っていう中国ですかね、より伝わる陰陽道の使い手、陰陽師なるものが存在した。都の、宮中に仕える国家一の陰陽師。あ、安倍の生命は数多くの弟子を抱える優秀な官僚である。実在した、本当に、そういう人らしいですよね、安倍の生命って。ある日、これなんて、洛中でだっけな、洛中でも、有数の富豪、麻呂昭納言が、自分の屋敷に住み着いた魔物を払ってほしいと生命に手紙をよこしてきた。もう読めないとことか間違ってるとこは指摘してください、コメントでバンバン。それを承諾し、数名の弟子と共に彼の屋敷へと赴いた生命だったが、それっきり連絡が途絶えてしまう。あの安倍の生命ですらそんなことになっちゃう。生命との連絡が途絶えて1週間が経ち、次第に宮中では彼の安否が疑われるようになった。これを、なんだろう。何死んだ陰陽寮、まあ、陰陽を、陰陽系を、わかんないけど、寮は生命の弟子である、陰陽師、巴と同じく、陰陽師、千葉若丸を、昭納言の屋敷へと捜索に向かわせた。ほうほう、弟子たちってことですかね。ほうほうほう、わ、血出てんじゃん、もう血出てるというか血塗られてんじゃん、屋敷の前がすでに。あ、これが若か、かっ、女の子、いい男っぽそうな。どうやらこの屋敷が昭納言の屋敷のようだな。ええ、意図、むくつけし、正気が感じられますよね、先輩。ええ、下に注意しろよ、巴。この屋敷内には、あまたの魑魅魍魎が横行闊歩しているに違いないからな。はい、心得ております。このような日のために、呪符の術を何とか得得し、体得して、参りました。その他が日々年頃に修行しておるのは承知の上だが、なんせその後はまだ見習いのみ。場数を踏んでいないその後は特に気を引き締めて取り掛からねば待っているのは死のみぞ。それにその他、労災保険未加入だったであろう。そんなのあるの？この時代に？保険が降りないんだったら一層気をつけろよ。はい、お気遣いありがとうございます、先輩。保険とかある時代。しかし、下に大きな屋敷であるな。これは骨が折れそうだ。この中に生命師範が。師範、必ず見つけ出します。それまでどうかご無事でいておくんなまし。ほら、使い方はあってるでしょうね、多分ね。
うわぁ、バラバラじゃん。首はあるわ。いやいや、ここは何ぞ。お役人たちが無残に殺されているではないか。シアンがいらっしゃったというのに、このありよう。これは普通じゃないぞ。シアンはご無事だろうか。そしてこの屋敷の主であるマロショーナゴン殿はどこに。絶対死んでるでしょ、もうこんな。もしか、そいつがもののけになったみたいな。うっ、ひどい。こんなにもひどい光景が他にあるでしょうか。いや、ありません。私吐きそうです、先輩。いな、実際吐きます。吐いたんかーい。目を背けてはならぬぞ、ともえ。地に毛量の脅威、しかと目に焼き付けておくのだ。この様子だと、未曾有の数の毛量に襲撃されたに違いない。師範と小納言殿を見つけ次第、迅速に保護しねばな、せねばなかな。う、巴よ、心得ておるな。ここからは散開して捜索だぞ。本当に一人で地位毛利を対処できるのか。俺はそなたの兄弟子として、そなたが意図心配でたまらない。先輩、大丈夫です。ご心配なさらず、必ず任を遂行してみせます。はあ、ここまで見てて、心配になる陰陽師が他にいようか。いや、いまい。よいか。師範と小納言殿を必ず見つけ次第保護するのだ。するのが俺たちの任。もうやばいやばい。途中退撤退は重罪に値する。覚悟できたなら、依頼。わかんない。ぎょい!よし。それでは、散会する前に、これを渡しておく。何かあったら、これでいいかな?連絡を取り合おうぞ。携帯電話。電信符かな?を手に入れた。では、散会!冗談でスマホとか出てくんのかなって一瞬期待しましたけど。さすがにそれはないですね。保険があれ面白かったけど。任務、阿部の生命とマロセオナゴンを見つける。なるほど。お、懐、読み込み、設定。懐って何。電子符。どうしたと思う。用がないならかけてくるなよ。電子符にも一応通信費がかかるからな。かかるんかい。なんか光ってんの。こんなところに、何?なんて読むのこれ。落ちている。まあ、拾うってことかな、これは。3個手に入れた。これなんて読むの?見たことない感じなんだけど、両方。読めるみんな。なんか拾えました。天聖。天聖って読むのこれで。平安時代に食べられていた、お菓子。人間の、なんだ?押しているのが特徴。体力を完全回復でしょ?もう、そうなんだ。何を模してたんだ?結構、死体が転がってますけど。こちら側の、ああ、こちら若丸。まあ、扉の中を開けて、あ、これ何?扉に火の封じが施されている。開けるには開封の火が必要だ。まあ、鍵の代わりってことか。お、なんか落ちるぞ。あ、なんか今いなかった?また呪符。あ、呪符か。呪符を2枚。なんかいる。これ何?蝶々がいる。こんなところにテフテフが飛んで、なんか蝶々のことらしいです、テフテフは。セーブ、あ、セーブする。記憶が、あら、なくも。何?あ、動く!あ、動くけどダメだ。動かし方が罰でしたね、これは。こういうことですね、多分。あれ?あ、多分これはあっちからじゃないと押せないっていうことなのかな?もしかしたら。いいな!
もういなってみるともうグラップラーばきしか思い出さないよ、この表現の仕方。いな例えが出てこないけど、そのエピソード。じゃあ言うなよ。あ、人様だ。うらめしや、うらめしや。人死にすぎ。あー、こちら、ちわかまる。聞こえておるか。はいはい。はい、意図はっきりと聞こえます。どうしたんですか？言い忘れたことがある。あったね。チームオールとの戦い方についてだ。あやつらとの戦いは、リナとの勝負？定められた時間内に術を決めねばあるのは死のみぞ。心得ております。それと、戦況がね、不利ならば、一旦退散することも大切だぞ。逃げるは恥だが役に立つ。違う。無計画に突っ込んで死ぬよりは良い。はい。良い。まったく。先輩言ったら、気に心配性なんだから。もう戦闘があるっていう前触れなのかも。僕は悪くない、僕は悪くない。人だも。こんなところで死んでしまうとは情けない。とかで聞いたことあるな。ドラゴンクエストの全滅した時のメッセージに近い何か。木の呪符。なるほど。まあ、これの鍵にあたるも、あ。今血が、ドバって、こっちから。なんかあるな。この子の呪符、はい。6枚、ゲット。うわ。うわ！めっちゃ食ってるやん。何？やべこれ逃げる系？でも戦うんでしょ？あ、人玉が。呪符バトルについて。敵に接触すると呪符が1枚消費され攻撃コマンドが出現します。攻撃コマンドが成功させると敵にダメージを与えることができ、逆に失敗すればこちら側にダメージが入ります。なるほど。緊急任務。ガキ。ああ、なるほど。あれですね。食欲旺盛な地獄にいる鬼のところは。行くぞ！え、なになになに？どういうこと？どういうこと？え、どういうこと？あ、ちょ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 。ちょちょちょ、え、なになになに？サブって何？サブって。サブって何？サブって何？やばい。あ！ダメ。力が入らない。死亡。あ！ん？どうした？ともえ。おい、ともえ！応答しろ！頼む！応答してくれ！ここまで何のために修行を頑張ってきたんだ？ともえ！サブってなんだ？サブ、あ、殉職。え？サブって何？こっからか。え、サブって何ですか？ちなみに。キーボードで戦うってこと？そういうことだよね。サブってなんだろう。タブじゃなくて、え、サブって何？サブって何よ。ちょっとそれがわからんとこれには勝てないぞ。大丈夫なのかな。もう一度行きますか、じゃあ。サブ。サブって書いてあったの？キーボードにサブなんかない？タブの間違いかな？え、じゃあちょっと、今ね、コントローラーでやってたんだけど、キーボードの順位持ち帰るわ。え、待って待って待って。タブのことかな？シフトのことか。ちょっと、まあ、やりましょう、でも。はい。1枚消費される。いくぞ。緊急任務。うら、やるぞ！はい、はい。あ、キャンセルって何？キャンセルって何？サブとキャンセルって何？はい、はい、はい。決定！いや、これはいけた。
上下けて、えサブってなんだろう、サブってマジで。でまた出たシフトのことか。ああシフトのことだ。キャンセルって何、キャンセルって。いやちょっと待って、あキャンセル、じゃサブはシフトのことだった。キャンセルって何よ、コントローラーのキャンセルボタンのことか。よしコントローラーでもいける。はいはいはい、いやこれコントローラーでもこの組み合わせが良ければいける。サブって何、いやサブがわからないマジで。コントローラーのどこれか、あいけた、オッケー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 、このボタンだ、倒したか。あやったくせ、やったぜ。ではちょっと覚えてられるかな、こんなところに。ああ、ヒロ覚えてられる自信がね。これでもライフは、あちょっと減ってる。まあまあいつ回復するかちょっと。うわ待って、いつの間にこんなに。ここは開けよう開けよう。え自ら使わなきゃダメ。はい使った。うわもうガキがいっぱいいる、そこかしこに。できるだけ、あーあーちょっと待って、あせっかく入ったのに力が入らない。よし戻ってきた。これちょっとセーブして、セーブして。あなんか落ちる、呪符か。これでも攻撃手段なんだよねこの呪符がね。やばいやばいやばい、こいつ話聞けるか。念願の楽中で就職できたのに、あーかわいそうに。こっち行ける？うわ、こっちにもいんのか。お、なんか落ちる。こんなとこに、ああ、拾おう。7枚。7回攻撃できる。おーおーおー、あ、なんか、これは？あ、いけないのか。え、来ちゃったなー。戦うか！はい、はい、はい、はい！おー、こいつは一撃で倒せんだ。はい、はい、はい、はい！いいよいいよ、みんな一撃。さっきのがなんかちょっと強いだけだったな。オッケーオッケーオッケー、これぐらいのミスはしませんよ、もう私も。これ絶対なんかあるでしょこれ。こいつは倒そう。はい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 、いいよ。コントローラーの方がやりやすいですね、ボタン配置さえ覚えてしまえば。あーこちら、うん、うちも悪いの。どうしたんですか、呪符は節約しておるか。呪符は有限だからあまりに無駄遣いはするなよ。はい、それは、下に心得ております。目の前の毛量たちを全て倒す必要はないのだぞ。倒すか倒さないかをよく見極めることが大切だ。それとともえ、その他はまだ、式が使えるのだろう。はい、ただいま修行中でまだ使えませぬ。式。式神のことか。式が使えぬそなたはまだまだ未熟。決して気を抜くな。まったく、先輩言ったら、現に心配性なんだから。通信引っかかるよ。こっち行けんだ。うわ、いる、こっちにも。いや、あれ、あの呪符、なんかあれ拾いに行きたいな。ここもいんのか。え、これもしかして、え、無限スポーンするこれ。だったとしたらもう倒す意味なんかゼロだよ、これ。これやべえな、これ。いやー。よし。攻撃戦行こう。ちょっと呪符取りに行きたいな。頼むから倒した敵はもう湧かないでもらいたい。10枚ぐらい落ちろ。4か。いや、本当に節約しないとダメだね。絶対足りない。おーおーおー。いや、こいつちょっとどうしても戦わなきゃいけなくなるかな、これ。こいつすっとろいからでも。今！おっしゃー、抜けれた。意外とスローリー。very slowly。うわ、ここはやばそうだな。なんか落ちる。いいよ。これ回復役だね。覚え書き。おい、もう。注意すべし。青い人玉は無害だが、赤い人玉には現に注意すべし。赤い人玉は呪符による攻撃が一切効かぬ上、触れれば最後。瞬時に骨の、芯まで燃やし尽くされて死ぬ、死ぞ。ほうほう。
これ戻ってきたんだよ。あ、戻ってきた戻ってきた。テフ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 。セーブしましょう。はい、といったところで、今回この辺で終わりたいと思います。結構これはおもろいぞ。ジフで戦うやつとか好き。よし、ちょっと次回もやっていきましょう。それでは、またね、バイバイ。